5番鈴木雅人です。議長に発言の許可を得ましたので、通告書に基づき一般質問をさせていただきます。今回は2件についてお伺いいたします。まず1件目です。成年後見制度の利用促進と市民後見人育成事業について市長にお伺いいたします。成年後見制度は認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の預貯金などの財産管理、福祉サービスの利用契約、遺産分割協議などについて選任された成年後見人が代理して行い支援する制度です。その背景には判断能力に障害があっても自己決定能力がないとみなすのではなく、その残存能力と自己決定を尊重しながら財産保護と自己の意思を反映させた生活を社会的に実現させるというノーマライゼーションの思想があり、日本においても1999年に民法が改正され、従来の近地三者、準近地三者制度に代わって、判断能力の程度によって、成年被後見人、被補佐人、被補助人の三類型に改めることや、成年後見制度を設置することが定められました。さらに、悪質商法で被害に遭う認知症高齢者などの社会問題化を受けて、2006年4月から全国の市町村に新設された地域包括支援センターに成年後見制度の窓口が設置されました。しかしながら、この制度がこれらの方々を支える重要な手段であるにもかかわらず、十分に利用されていない状況があり、国は成年後見制度の利用を促進を図るために、平成28年に成年後見制度の利用の促進に関する法律、以下促進法といいますが、これを制定し、翌平成29年には成年後見制度利用促進基本計画を閣議決定しました。私の平定29年12月定例会の一般質問において、伊豆市の認知症患者及び家族の支援体制について伺い、高齢化の進行に伴う高齢者世帯や独居高齢者の増加によって、成年後見制度に基づく市民後見人の需要が今後高まっていく中で、我が市でもその取り組みを進めていくことを確認させていただきました。そこでそれ以降の取り組みの状況について以下伺います。丸1、伊豆市の現状の高齢化率はいかがでしょうか。丸2、高齢者独居世帯数、高齢者夫婦のみの世帯数はどうなっているでしょうか。丸3、認知症患者数はどれくらいでしょうか。丸4、認知症患者のうち成年後見制度利用を必要とする割合はいかがでしょうか。丸5、前述した丸1から丸4の将来の推計値はどのようになっているでしょうか。丸6、地域包括支援センター、市内4カ所ありますが、4カ所ごとでの相談件数と制度利用の件数はどうなっているでしょうか。丸7、相談実績のうち法定貢献、任意貢献の割合はいかがでしょうか。ここでいう法定貢献とは、後見人を家庭裁判所が選任する場合、任意貢献というのは後見人をご本人があらかじめ選任する場合です。丸8、それに基づいて必要とされる市民後見人の数と、現在行われている市民後見人育成事業の進捗状況はいかがでしょうか。丸9、促進法第14条第2項に定める機関の設置状況はいかがでしょうか。ちなみに、促進法第14条第2項は、市町村は当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して基本的な事項を調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより審議会その他の合議制の機関を寄与務めるものとすると。それでここで、皆さんに、配布してあります、議長に許可を得まして、国の方が定めました促進基本計画、こちらに基づいての地域連携ネットワークのイメージという、このイラストを添付させていただきました。今の機関の設置状況については、この図を参考にして見ていただければよろしいかと思います。最後、丸10、今後の取り組みと課題は何があるでしょうか。まず次に2件目です。2期目に向けての教育省の所信を教育長にお伺いいたします。今定例会初日、現教育長の西井教育長の再任についての人事案が上程され、同意承認されました。
平成28年5月に就任され、県内初の義務教育学校となる土井小中一貫校の開校、第二次学校再編計画の見直しに伴う伊豆市修善寺中伊豆天城地区の中学校基本方針の取りまとめ、学校教育現場の負担軽減など多くの課題が山積する中、教育行政のトップとしてご尽力されてきたことに改めて敬意を表します。しかしながら、学校教育については児童生徒教職員を取り巻く環境においてまだまだ課題は多いと感じております。そこで再任される今後の2期目の3年間に向けて、1期目の3年間を顧みつつ以下について教育長の所信を伺います。1、伊豆市の教育行政全般について。2、児童生徒の安心安全対策について。3、児童生徒のいじめ不登校対策について。4、支援を必要とする児童生徒への対応について。5、市内中学生の部活動における機会均等について。6、家計における教育関連支出の負担軽減について。7、教職員の働き方改革による負担軽減について。8、学校教育関連予算の確保について。そして最後に9、伊豆市の学校教育の将来像についてお伺いいたします。以上です。よろしくお願いします。ただいまの鈴木雅人議員の質問に対し答弁を求めます。秘書。成年後見制度についてお答え申し上げます。高齢化が進み、高齢者の一人暮らしが増加する伊豆市においては大変必要な事業と考えております。この成年後見制度が普及しない背景には費用の問題などいくつかの課題があるものと認識をしております。今後必要な方が適切な制度利用につながるよう成年後見制度の利用の促進を進めてまいりたいと考えております。詳細について健康福祉部長に説明をさせます。それでは補足説明を健康福祉部長。はい、議長。はい。それでは私の方から1から順番にお答えしたいと思います。伊豆市の高齢者の現状ということで高齢化率でございますが、平成30年4月現在で高齢化率 38.8% でございます。次に高齢者独居世帯数は2702世帯、高齢者夫婦のみの世帯は1784世帯と全世帯の約 33% を占めております。3の認知症患者数でございますが、認知症患者数の推計につきましては国のデータの方から高齢者の人口の 16.8% と言われております。約2028人と推計されております。4になりますけれども、その認知症患者のうち成年後見制度利用を必要とする割合は国のデータからも 3.9% と言われておりまして、約79人と推計しております。高齢化は5番になりますが、高齢化は年々上昇しておりまして、高齢者世帯が急速に増加する中で特に独居世帯の増加が大きくなっております。これらの将来推計としまして7年後の2025年の現況ということで推計ですけれども、高齢化率は 42.6%、 高齢者独居世帯は2599世帯、高齢者夫婦のみの世帯は1624世帯で、人口が減少する中で高齢者のみの世帯というところは
数的には横ばいですが、割合的には増えるという状況になると思われます。そしてまた、認知症高齢者は推計で2429人で、そのうち成年後見の制度利用者数として約95人と推計しております。丸6になりますが、4県域の地域包括支援センターでの成年後見制度の相談件数ですけれども、平成30年度12月末では全体で実人数ということで20人の相談がありました。そのうち制度利用につきましては11人になります。地域包括支援センターごとに見ますと、修善寺地区は実人数が9人のうち制度利用は8人、土井地区は実人数2人のうち制度利用は0です。中伊豆地区は実人数が4人のうち制度利用は2人、天城東島地区は実人数5人のうち制度利用は1人ということで、まあ、大体年間の中でも前年度を見ても実人数的には毎年20人ぐらいの相談が実人数としてございます。で、相談件数につきましては相当1人の方のケースについて数多く相談の回数がございますので、相談の延べ回数とすると大変な数になっております。それから7番ですけれども、その制度利用の11人のうち任意後見は1人、他は法定後見人ということで10人となります。と、丸8の必要とされる市民後見人の数ですけれども、伊豆市の方ではおおむね20人を目標としております。平成30年度から三島市、伊豆の国市、神南町と3市1町で市民後見人育成養成研修を開催しておりまして、伊豆市では4名の方が受講してくださいまして、終了までやってくださいました。伊豆市は社会福祉協議会に委託して事業を進めております。平成32年度までの県の補助事業補助率10分の10を利用して3市1町で一緒に市民後見人を育成してまいります。と、丸9になりますけれども、成年後見制度利用促進法の第14条第2項に定める機関の設置状況としましては、平成31年度以降、高齢者等権利擁護及び虐待防止対策推進協議会ということ、委員会がございまして、それを活用して、成年後見制度利用促進の内容を検討していただきまして、基本方針を作成していこうと考えております。今後の取り組みとしましては、やはり高齢化率が増加していまして、高齢者のみの世帯等が増える中で、この成年後見制度の利用率はその中でも今現在低いために、制度利用の必要性については住民や関係機関の皆さんへの周知啓発を進めていく必要があります。またニーズ調査による実態把握から必要な方に適切な制度利用につながるよう体制づくりを進めてまいりたいと考えております。またその体制づくりにつきましては、社会福祉協議会との連携、それから弁護士、医師、司法書士、社会福祉士等の有識者の皆様のお力添えをいただく予定でございます。以上です。はい、それでは、再質問はありますか。はい、
鈴木雅人議員。はい、今、市長並びに、健康福祉部長にご答弁いただきました。いろいろと、質問多いわけなんですけれども、質問項目の1から、5については、現状の、この制度を利用すべき方がどれくらい、また将来的にどれくらいいらっしゃるのかという、その辺の数字の把握を、ちょっと部長の方で細かい数字も、おっしゃっていたんですけれども、その辺をぜひ、実態として認識していただきたいと思います。それでですね、2025年までの、推計値を今お話しいただいたんですが、すみません、直近のデータで、日本の地域別将来推計人口というのが2018年推計分で、2045年まで出ているものがありまして、でこれ県の、静岡経済研究所が出しているレポートの中なんですけど、それに、基づいて、試算をしますと、2045年は、伊豆市についてですね、推計人口が、1万5149人、高齢者人口は、先ほどの、あれかけ、すみません、高齢化率が、60.3% に跳ね上がる、高齢者人口が、9142人になる、であとその 16.8% を高齢者の人数にかけて認知症患者数が1536人、同じく、そのうち制度の利用者数が 3.9% かけると約60人ということで、人数的には、その人口減もありますので、減っていくわけなんですけども、やはりここで注目しなきゃいけないのは、高齢化率の上昇です。今現在、38.8% の高齢化率が2045年には 60.3% ということで、2人に1人以上の方が高齢者になるということになります。そういった中で、市長先ほど、ご答弁いただきましたが、再度、この成年後見制度を推し進めていくという、その辺の認識というのも改めて、お伺いしたいと思います。はい、答弁願います。市長。はい、市長。前の議会でも申し上げたことがあると思うんですが、私も母がそういった状況になったときに、勉強してみたんですが、いや難しいですよね。そうするとやっぱり弁護士さんとか司法書士さんとかにお願いすれば当然費用がかかる、自分が介護を受けながらそういった特別な費用を出せる、それだけの年金もらえる人が一体何人いるだろうかということを考えると、どういった方々に後見制度をお願いするのか、私のように例えば家族が見ようとしたときに一体その研修をどのように時間を取るのか、どのような仕組みでやるのか等々、やっぱりいくつかの課題があると思うんですね。そう考えますと、成年後見制度、制度としては必要だと思うんですね。いくつかその財産の処分とか問題も起こってますので、そういった超高齢化社会になる伊豆市の場合には、その早い速度で少子高齢化していくというものを、全体としてどういう社会、未来の社会に向き合うのかと、相当な理解と覚悟が進まないと、制度として普及まで行くのは、導入はできると思うんですよ。制度として普及していくところは相当やっぱり未来を直視する姿勢が必要なんだろうと思います。制度設計の方は健康福祉部長以下で引き続き関係部長課長とも協議しながら進めさせていただきますけれども、市長の責任としてはこういった社会が確実に到来するんですということをやっぱり市民の皆さんにご説明しご理解いただくことが第一歩なんだろうと考えております。はい、再質問ありますか。はい、鈴木雅人議員。はい、まさに、その辺市長、ご認識いただけているんじゃないかなと思います。実際、制度利用っていうのが、先ほどね、地域包括支援センターの、相談件数、制度利用の件数にもあるんですけれども、人数としては、制度利用するすべき、方の人数に対しては相談件数とか制度利用っていうのがあまりつながってないっていう現状がありますので、ただしやはり、やはり導入はしてね、いつでもそういった方々が相談を受けられるような体制作りというのは、しなきゃいけないと思います。それではちょっと細かいところで、いくつかお伺いします。6番目の地域包括支援センターの相談件数と制度利用の件数というのが今先ほどありました、全体で実人数で20人、制度利用がそのうち11人という、そういう数字だったんですけど、
先ほどその延べの相談件数はかなり多いということだったんですが、延べの件数というのはどれくらいになるんですか。はい、答弁願います。健康福祉部長。はい、延べの件数にした場合ですけれども、平成30年度におきましては、成年後見制度の相談、修繕自治区は415件、それから、中伊豆地区が73件、奄美東島地区が87件、そして土井地区が2件ということでございます。はい、再質問ありますか。はい、鈴木議員。はい、今の数字も、聞いてわかるんですけども、お一人お一人に本当に丁寧に何回も何回も説明しないと、なかなか制度利用につながらないとかっていうこともあろうかと思います。あと、各地区の、制度利用者の件数が出てましたけれども、修繕寺は8名、中伊豆2名、奄美1名、土井は0ということなんですけど、実際にその制度利用対象者とかその辺を考えたときに、あと各地区の高齢化率とか考えた場合、この辺の数字っていうのは、どういうふうに分析してますか。はい、答弁願います。健康福祉部長。はい、全体で言いますと20人ということですので、この件数、実人数が多いか少ないかっていうと、本当はもっと利用をした方がいい、必要とされる方が、そこの制度利用までに行ってないんではないかというように考えます。特に土井地区におきましては、高齢化率につきましても、今、4月現在でも土井地区の高齢化率は 48.7% となっておりますので、ある意味元気なお年寄りが多いということも言えるかもしれませんが、全体的に見てももっとこの成年後見制度っていうところを皆さんに周知して必要とされる方がその制度のことを身内の方とか勉強されて制度利用につながると良いかと考えます。はい、再質問ありますか。はい、鈴木議員。はい、分かりました。やはり、周知啓発っていうのが必要だということだと思います。あと丸7について法定貢献、任意貢献の割合なんですが、制度利用された11名の方のうち法定貢献が10名で、あと任意貢献が1名ということで、通告書に書いてあるんですけども、法定貢献と任意貢献というのはどういうことかということで、任意貢献というのが1人なんですね。結局その、ご本人が、まだ健康でいらっしゃるときにいずれそうなった場合に、この制度を利用するかどうか、どなたにお願いするかっていう、いわゆるその意思を、的確に伝えられるタイミングであるにもかかわらず、その辺が進まないという、その辺はいかがお考えでしょうか。はい、答弁願います。健康福祉部長。はい、このおおむね約20人の相談の中で制度利用につながったのが11人ということの中で、やはりもう困って、そしてしょうがなくて法定後見人がついたというようなケースが10人ということで多いんだと考えます。やはり任意後見ということで、その方がお元気なうちから、そしてある程度意思決定とか意思表示ができるときに任意後見ということで、その方のご意思をそのままつなげられるような制度利用を皆さんがしていくと良いかと思います。やはり今までの中でも高齢者の方が急に一人暮らしで亡くなられて、その方の身内を探して、
どういうようにしていくかっていうところで、健康福祉部の高齢者の担当は大変困っているケースがここ大変増えておりますので、やはりこういう任意貢献というところで皆さんにはちょっと考えていただければ良いかと思います。以上です。はい、再質問ありますか。はい、鈴木議員。はい、そこでその任意貢献が進まないという中でね、まあ、以前、秦野議員が市内 その就活制度についてということでね、やりました。これ農協さんのね、今から町っていうことで、エンディングノート、就活ノート、これちょっといただいてきたんですけども、中見ますと、いろいろとその、準備に関わることが書いてあるんですが、財産の管理方針というところに、貢献制度を利用しますかしませんかと、任意でお願いする方はいらっしゃいますかというような形のものが記入できるようになっているんですね。で、これ農協さんだけじゃなくて、おそらくその財産管理に関することなんで、各金融機関等も郵便局も含めて、用意はしているかと思うんですね。ですから、まあこういったものを事前に、例えばその保険証の裏側に臓器提供カードということでね、意思を示したりすることがあるんですけど、うん、こういったものがありますよというようなことをね、うまいこと金融機関とも連携しながら、その辺周知を進めていくということが、やっぱり一つは必要じゃないかなと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。はい、答弁願います。健康福祉部長。はい、議長、今お示しされた就活ノート、農協さんの方でも地区で講習会をやってくださったりしているところもございますが、今健康福祉部の方で持っております在宅医療連携推進協議会というのがございまして、その中でもやはり終末期の医療についてとか、やはりそういうことを就活っていうところをもっと住民の方に啓発した方がいいんではないかというような会議の中でお話もありました。そしてまた昨年は日赤にいらっしゃった先生がやはりこの就活というところでそういうお話もしてくださったところですので、やはり高齢化の進む伊豆市にとってはそういう就活どういうように迎えるかというところはやはり60代ぐらい の, そういう世代から早いうちからやっぱり考えなければいけないことだと考えますので、そういうところでも啓発普及活動をしていきたいと考えております。はい、再質問ありますか。はい、鈴木議員。はい、その中で、やはりその周知啓発ということも、制度につなが利用につながらないということもあるんですが、一方で市長の方も、ね、おっしゃってましたけれど、そのいわゆる、貢献制度を利用される側方側の方のその費用負担の問題というのがやっぱり、頭の中にあるのかなと。だから先ほど その包括支援の中でもいろいろとその相談を何回も繰り返していく中には、その辺の費用はじゃあどうやって捻出するのかというそういうふうなこともあるかと思うんですが、今現在まあ、そこのところ例えばその軽減がされているとかそういうような状況というのはあるんでしょうか。はい、答弁願います。健康福祉部長。はい、以上。費用がかかるっていう問題はやはりこの成年貢献が始まったところからあったと思います。そしてまたその費用につきましてもかなり費用的にも少し経費的には下がっていると聞いております。そしてまた市長申し立てということで市の中でも障害者の枠と高齢者の枠にそれぞれ予算を取っておりますので、そういうところも今後利用していけば利用促進ということでつながると考えます。はい、再質問ありますか。はい、はい、鈴木議員。はい、以前に比べれば、利用していただきやすい環境にはなってきているということですよね。ですからそういったところも含めて啓発周知というのは必要だと思います。その辺で分かりました。それでは、8番目、市民貢献人の、数について、育成事業の進捗状況についてなんですが、
必要とされる市民貢献人の数が、目標20人ということで、おっしゃいましたけれども、その20人という、数字の根拠、ありましたらお示しください。はい、答弁願います。健康福祉部長。20人を目標としているわけですけれども、そこの根拠といたしましては、今、伊豆市で成年後見人を制度を利用している方が、全体で76人いるという数字が出ております。その中で、親族が後見人になっているという割合が 26.2% ということで、そうしますと大体20人になるわけなんですけれども、そこを数字として出して目標を20人ということで出しております。はい、再質問ありますか。はい、鈴木議員。はい。現状、要は親族を含めて市民貢献人になられる方の割合を見て、それで算出しているということですよね。ちょっと将来的なさっきの推計の数字とかに見れば、独居の世帯であったりとか、その身寄りがいないとかっていう方もかなり増えてくるんじゃないかと思いますので、その辺の割合っていうのはね、また見直す時期が出てくるんじゃないかと思います。それとですね、この、市民貢献人育成事業について、県の方で、30年から31年、32年、3カ年で育成事業の方、県費の方で、負担して、うちの場合には、3市1町で、同じように育成事業をやっているわけなんですが、先ほどその20人というのが、今現在の市民貢献人、育成、養成研修を終了した方が4名ということなんですけれども、その20人を達成する見込み、その辺はいかがでしょうか。はい、答弁願います。健康福祉部長。はい、補助が出るのは3カ年ということで、今年度が4名ということで、ここのところはこちらからいろいろと民生委員さんであったりとかお願いしたケースもあって、やっと4人の方に受講していただきました。あと2年の中でといいますと、やはりここのところもぜひこの制度についての啓発をして、できるだけ多くの方にこの市民貢献人の養成研修というところを受けていただきたいと思いますので、そこもこちらから積極的に進めていきたいと思いますが、補助のところがあるあと2年間というところで、とりあえず頑張りたいと考えております。はい、再質問ありますか。はい、鈴木議員。はい、目標達成のご努力は続けていただきたいと思います。その上で、ちょっと伺いたいんですけども、認知症サポーター養成講座っていうのはやってますよね。で、例えばその養成講座に、参加された受講者の方々、その方々が、先ほどその、実際市民貢献人として、今なっている4名の方、民生委員の方とか、お願いしたということがあるんですが、例えばその認知症サポーター養成講座の、受講者の方々が、今度市民貢献人育成養成研修っていうのにステップアップするっていう可能性も、あるんじゃないかなと思うんですけど、その辺を、啓発も含めて促していくという、そういう考え方はありますか。はい、答弁願います。健康福祉部長。はい、議長。議員のおっしゃる通りに、この認知症サポーター養成講座の方も中学生であったりとか、幅広い範囲でその講座を開いておりますけれども、やはりそこもぜひ市民貢献人というところを考えていただきたいと思いますし、今いらっしゃる民生委員さんの中でもそういう形で興味を持っていただければ良いなと考えております。
はい、再質問ありますか。はい、鈴木議員。はい。それでは、丸9のところの、促進法の14条の2項に定める機関の設置状況という話なんですけれども、皆さんにお配りした、この地域連携ネットワークのイメージ図がありますけれども、これが、国の方が示している、いわゆる、各自治体地域においての、青年貢献、を利用を促進するための、イメージ図になるわけなんですけれども、もう一度確認したいです。これこういうような全体イメージになっているんですけど、今、到達している状況というのはこの絵でいうとどんな感じになるんでしょうか。はい、答弁願います。健康福祉部長。はい、議長、議員が配っていただきましたこのネットワークのイメージの図ですけれども、目指すところはこれなんですけれども、今現在どこまで進んでいるかといいますと、やはりこの四角い枠の中の中核機関というところで、ここは市から、直営または委託ということで委託をするわけなんですが、そこのところは社会福祉協議会に市民貢献人等につきましてはそこを実施機関ということで委託をしているような状況がございます。で、実際にはそのくらいが今の現状ですけれども、目指すところとしましてはこの全体的なネットワークを作るために、この協議会という大きい丸のところなんですけれども、そこにつきましてはちょっと先ほど申し上げましたが、その虐待であったりとか権利擁護の協議会がございますので、そことこう重ね合わせたような形で、その中にはいろいろ司法書士様であったりとか医療関係であったり社会福祉、それから社会福祉協議会等いろんな団体のメンバーがいらっしゃいますので、そういうところでその権利擁護の協議会の委員会を重ね合わせながら全体的に青年貢献の利用促進のための体制づくりをしていきたいと考えております。はい、再質問ありますか。はい、鈴木議員。はい、わかりました。31年以降、基本計画、基本方針か、基本方針を、作成していく予定ということですから、道半ばだと思うんですけれども、今のご説明だと、この絵の、いわゆる丸いその協議会、これを構成する、団体であるとか、そういう人的なものっていうのは、先ほど、おっしゃられた、高齢者等権利擁護及び虐待防止対策推進協議会という方 が、そもそも、そういった関係団体の集まりの協議会ということで、新たにその人的確保を、しなくても、ある程度形にはなるだろうと。ただ全体のイメージとしてこれに当てはめる作業をこれから作っていくということでよろしいですよね。わかりました。それでですね、通告書にも書かせてもらったんですが、促進法においては、各市町村の、条例の定めるところにより、今の審議会その他の合議制の期間を務めるものとするということで、ある程度努力義務で、条例を、制定して、その上で、そういった組織、運営体制を作りなさいというようなことが書かれているわけです。そこでお尋ねしますけれども、現状、その条例制定、これに向けての動きはあるんでしょうか。はい、答弁願います。健康福祉部長。はい、以上。この条例制定につきましては担当課の長寿介護課、そしてまた社会福祉課の方も関わっておりますけれども、大体、草案ということである程度担当
レベルでは考えております。またその中で今後のところで社会福祉協議会を、まあ、実施機関という中核機関と考えておりますので、社会福祉協議会の方に法人貢献の資格等を取っていただきながら、体制的には社会福祉協議会と一緒に進めてまいりたいと考えております。はい、再質問ありますか。はい、杉議員。はい、今その長寿会議課等で素案はできている段階だというお話なんですけど、例えばその町内であるとその条例の、案を作る上で、どうなんですか、法令委員会とかあるんですかね。例えばそういったところに、この長寿会議課の作った素案を挙げて、審議というかね、議論したという、そういうことはあるんでしょうか。あ、いいです。答弁願います。総務長。はい、部長。この3月定例会の議案のための法令審査委員会には案件としては上がってまいりました。審査会では一応審議をしました。以上です。はい、再質問ありますか。はい、杉議員。はい、審査して、それが、まあ、上程まで至らなかったということはどうしてですか。はい、答弁願います。健康福祉部長。はい、一応この法律の中で各市町村が条例を定めて、それから審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるということで、まあ、努めるということにもなっていたわけですけれども、国県の説明の中ではそういう方針でということで言われておりましたので、その方向で進めたいとは考えておりましたが、やはりその全体的にもう少し青年貢献についての課題とか問題点をもう少しちゃんと住民の方の意見を聞いたり専門家の方の意見を聞いたりしながら、実際には体制も社会福祉協議会との話し合いをもう少し進めた上でやった方がいいんではないかということで、時期をもう少し時間を置いて検討しようということになりました。はい、再質問ありますか。はい、鈴木議員。はい、まあ、条例制定が必要かどうかというのは まあ、国の方もその努力義務ということで、課していることですからわからないんですけれども、まあ、結局その、利用促進を図るために、いろんな、まあ、先ほど その地域連携ネットワークであったりとか市民貢献人の育成であったりとか、個々の、事業等はあるわけなんですけれども、じゃあ実際全体として、制度利用を促進するためにはどういう理念があって目的があって、でどういう機関を設置してっていう、まあ、そういういわゆるその推進役になる条例っていうのがやっぱり必要じゃないかなと思うんですよね。で今部長がおっしゃられましたけど、まあ、いろんな、各種から、ね、意見を聞きながら、まとめ上げていきたいというお話だったものですから、まあ素案もできていることですし、まあ、いろいろとね、先ほど その青年貢献人の育成事業も32年度まで3カ年やってるし、であと、地域の基本計画も33年度までっていうのはね、国の方の指針もあるわけです。そういう期間の中でやはりそこのところっていうのは、推進していくためにその条例制定っていうのは私は必要だと思ってるんですけど、市長その辺の認識はいかがですか。はい、答弁願います。はい、以上。この条例がその不要だと言って却下されたわけではなくて、条例を今準備しているわけですけれども、その中でもう少し課題をよく掌握し、整理した方が良いのではないかということであって、審議はこれからも継続するものでございます。はい、再質問ありますか。はい、杉議員。はい、まあ、ぜひ制度がうまく回るように、まあ、引いてはその利用される方が、まあ、利用しやすいように、先ほどのいろんなデータが出ましたけれども、そういう背景があるものですから、ぜひ、そういう意味で、条例制定の動きも、加速をさせていただきたいと思います。
今後の取り組みと課題については、先ほど部長の方もご答弁されましたが、その通りだと思います。再三ありましたけど、その制度自体がどういう制度なのか、利用者側からも、あとはそのこれは社会福祉協議、社会福祉協議会の、ね、県の、この、ものなんですけど、これが結局、もう一回その成年後見制度を、進まない理由が何なのかということで調査をかけたところ、利用者もとよりなんですが、いわゆるその、社会福祉関係団体、実際その、介護に携わる、方々がまだまだその認識が、追いついていないという話の中で、でいろいろとその福祉関係者を対象にテキストとパンフレットを活用して制度説明の方法とかそういう研修会を2月から3月にかけて県内でも4地区で開催するということがあります。ぜひそこのところね、また関係される社会福祉団体の方にも周知啓発していただく、その辺もぜひ取り組みとしてやっていただきたいと思います。でこの成年後見制度の利用促進については、市長冒頭にもおっしゃいましたけれども、いろいろとその制度が費用負担等についても、いろいろと難しいことがありますし、あと財産を管理しなきゃいけないという貢献になられる方のね、市民貢献になられる方のその辺の心理的負担とかいろいろあるわけなんですけれども、されどやはりその必要なものであります。田島町でも、条例制定という動きは県内でも市民貢献人の、県内第1号が出た富士市においては、成年貢献センターを設置して、でそれを条例で定めて、市全体で、成年貢献制度を推進していくというような動きもありますし、御殿場でも、今度の4月かな、条例制定するような、そんな話も聞いています。田島市がやっているからということではなくて、この先、伊豆市に置かれている、状況を鑑みればやはり必要な事業であり推進していくべきものであると思いますので、ぜひそこのところは、またご努力願います。じゃあ次の質問、はい。2期目における教育庁の昇進ですね、答弁願います。教育庁、はい。それでは私の方から1から9までについてご回答いたします。まず1、伊豆市の教育行政全般についてですが、昨年開校した義務教育学校、都市小中一貫校や市内の小学校、中学校の児童生徒や教員にとって学びやすく教えやすい教育環境の実現を最優先に取り組んでまいります。また伊豆市の学校教育目標であるふるさと伊豆に誇りを持ち、夢や志を持って心豊かに生きる子どもの育成に取り組んでいる各学校を支援していきたいと思っています。さらに昨年11月に基本方針を決定しました修善寺、天城、中伊豆の、中学校基本方針の実現に向け、議会をはじめ市民や保護者の皆様にご理解をいただきながら取り組む所存でございます。いずれにいたしましても過日のご挨拶でも申し上げましたが、伊豆市の学校教育のみならず、社会教育、スポーツ振興、文化振興等所管する業務について全力で取り組んでまいりたいと考えております。2つ目に、児童生徒の安心安全ですが、現在学校では4月当初に学校安心安全マニュアルを全家庭に配布しています。台風や暴風、不審者対策、登下校中の交通事故、インフルエンザ等の感染症や病気、怪我との対応が一覧になっているものです。また、学校管理下において発生した場合の対策は、学校行事として取り組んでいる避難訓練等です。児童生徒が自分自身の判断で身を守れるように指導をしていきます。さらに、月1回以上、管理職による施設の安全点検を行い、危険箇所の改善・修繕に努めるよう指示しているところです。次に3、児童生徒の
いじめ不登校対策についてですが、伊豆市ではいじめ対策として各学校年5回以上いじめアンケート、年3回の各校の生徒指導担当者を中心にいじめ問題に特化した研修会、いじめ問題対策連絡協議会、いじめに関する重大な事案があった場合を想定して、いじめ問題調査審議会の委員を2年間の任期で委嘱し、年2回の情報共有会を実施しています。今後もこれらの活動を継続しつつ、軽微な内容のいざこざも丁寧に対応するなど、学校がアンテナを高くできるよう心がけてまいります。また、不登校対策としましては、これまでの傾向では、長期休業明けに不登校となる生徒が多いこと、中学校1年生で新規の不登校生徒が増加する傾向にあることなどを踏まえ、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、さらに中学校においては心の相談員など、心理や社会福祉、相談業務の専門家と連携し、組織で対応してまいるつもりでおります。そして、新規不登校を出さないよう、未然防止と初期対応に心がけるよう、学校に働きかけてまいります。不登校の児童生徒には、適応指導教室に通うことを通して、学校への復帰を促せるようにしてまいります。続いて4、支援を必要とする児童生徒への対応についてですが、特に支援を必要としている児童生徒は、平成30年度、伊豆市全体で特別支援学級に在籍していたり、通級指導教室、言葉の教室に入級したり、通級指導教室、聴覚教室に入級したりしております。伊豆市では、年3回、就学支援委員会を開催して、当該児童生徒が特別な支援学級や特別支援学校など、ふさわしい学校学級を審議してもらい、保護者に伝えています。また、学校や学級の判定だけではなく、その子に応じた支援についてアドバイスをいただいております。学校では、これらの意見をもとに、保護者と一緒に、個別の支援計画を作成し、到達目標を明確にして共有しているところです。時間のかかる活動ではありますが、今後も子どもたちの個性に応じて丁寧に対応できるようにしてまいります。5つ目ですが、市内中学校の部活動における機会均等についてですが、現在ある部活動については、部員の減少にも、近隣校との合同チームを編成するなど、できる限り現状の数を継続していきたいと考えているところです。6の家計における教育関連支出の負担軽減についてですが、要保護・準要保護の児童生徒には入学前支給を含め就学支援を行っています。生活困窮家庭の支援については当然継続していきます。児童生徒全般に関する負担軽減ですが、通学補助や中学校での生徒代表派遣事業など間接的ではありますが、今後もできる限り補助を行っていきたいと考えています。7番目の働き方改革ですが、教職員の業務支援を行う県費の非常勤職員が来年度すべての学校に配当されます。スクールサポートスタッフということで、1週間に15時間の勤務時間の活動が派遣されることになっています。またタイムレコーダーの全校導入により、教職員の勤務時間管理を正確に行います。すでに体制整備をしている市の産業医との面談体制に加え、ストレッチチェックを教職員に実施し、労働安全衛生の推進に寄与してまいりたいと考えています。8番目に、教育予算ですが、伊豆市学校教育目標の実現に向け、学校教育現場の教育環境改善に向け、必要な予算の確保に努めているところであります。最後に、伊豆市
教育大綱に定める人づくりはまちづくりという基本的な考えに立ち、子どもを産み育てやすい環境づくりを行うために、家庭、学校、地域が一体となって次代を担う子どもたちの自主性と創造力を養い、豊かな人間性を育む教育の充実や、ふるさと伊豆に誇りを持ち、夢や志を持って心豊かなにまた学び続ける魅力のある地域として発展を目指していきたいと考えております。以上です。質問ありますか。はい、鈴木議員。はい。今回通告をあえてさせていただきました。所信表明っていう立場は教育長っていうのはされたことがないのかなと思って、市長の場合にはね、選挙の後に、やられるわけですけど、私どもも同意承認した、立場なんですけれども、今後の3年間というのはいろんな課題というのは山積している中で、また西教育長が教育行政のトップとしてね、その辺のある意味リーダーシップも取っていただきながら、進めていっていただかなきゃいけない中なのですから、どういったことをね、教育長自身がお考えになっているかということで、お聞きしなきゃいけないなということで、こういう機会を設けさせていただきました。教育行政全般について、先ほどいろいろとお答えいただきましたが、その中でも通告書にも書かせていただいたんですけれども、この後、明日小永谷教議員も、東小中一貫校の、ね、1年間を振り返ってとっていうのは、そういう題名でやるわけなんですけれども、一つだけ、触り程度でお聞きしますけど、その新たな、ね、形態 の、 その義務教育学校に基づいた都市小中一貫校というのが、県内初めての試みで1年間、経ってきたわけなんですけど、今後の、ね、それ以外の市内の学校教育について、都市小中一貫校が、ね、今まで1年間実践してきたことに対して、またその、なんだコンセプトとかいろいろあると思うんですけども、その辺を今後の学校教育について生かせるものというのは何かとお考えか、お願いします。はい、答弁願います。教育省。はい、委員長。一番というか、何番でもいいんですけれども、僕がパッて目につくの、成果は、あえて分かりやすく小学校、中学校という言い方をさせてもらいますけど、問いの中の小学校、中学校の先生方が一つの職員室にいるっていうこと。そうすることによって、いろんな会話で、今まで割と中学校の先生は中学の世界は知ってるけども小学校の世界はあまりよくわからないとか、逆に小学校の席の先生は中学がわからない、それが同時にこう分かるようになったり会話にも出てくる。で、校長先生からも聞いてるのは、小学校席の先生がちょっと時間があると中学の授業を見てきますって回っていくだとか、そういうことが気楽にできる。で、その成果が今度は例えばこっちの修善寺南小に来た時に、中学校では小学校の先生が教えながら、中学行ったらああなるんだから小学校のうちにここまで育てていかなきゃねとかっていう、そういうことで他の学校行った時にも成果が出てくるものだと思っています。はい、質問ありますか。はい、鈴木議員。はい、わかりました。あとは明日、小永谷議員にバトンタッチしたいと思います。2番目の、生徒の児童生徒の安心安全対策ということで、ちゃんとね、いろいろと策は講じてくださっていると思うんですが、一点ね、私28年の12月定例会の一般質問で、その防犯灯の、通学路の、ことで、防犯灯の LED 化についてね、お聞きして、年間その防災安全課とも連携しながら、地区要望も学校の要望も受けながら、30カ所ぐらい、40カ所だったかな、整備しているということだったんですけど、その辺もぜひまた引き続き進めていただきたいと思います。で、あとその3番目のいじめ不登校対策についてなんですけれども、実際のところね、子どもたちが、また親御さんが相談するにあたっての、相談相手っていうのが、もちろん学校の、ね、先生であったりとか、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、心の相談員ということなんですけれども、実際のところ、傾向として、それがきちっとね、悩んでいる方が、その窓口に行って相談できているかどうかっていうのは、その辺はどういうふうにお感じになっていますか。
はい、答弁願います。教育長。はい。まあ、特にここではいじめについて特化して相談活動を言うならば、まあ、要するに担任の先生に言いやすいって子もいるだろうし、保護者もいるだろう。でも逆に言うと言いにくいっていうパターンもある。だもんで学校の中にもいろんな相談員がいる。あの行事ではないんですが。で、保護者には今度何月はいつといつといつがスクールソーシャルワークが来ますよというようなことは連絡しておいて、相談を申し込んでもらう。で、まだそれでもダメで、学校の中の人がダメだって、なんていうか、こう話が漏れちゃったりすると心配だっていうケースの場合は、教育委員会に相談に来る形もあります。からさらに、他方が共通してお金を出資して、他方教育会館にも相談室があって、そこに電話で相談している方もいたりとか、要するにいろんなチャンネルを用意してて、その中で自分が一番行きやすいところにっていうような形で進めています。はい、再質問ありますか。はい、杉議員。はい。まあ、ぜひいろんなね、組織として、いじめ不登校対策という中でね、利用される方が、いろんな複数の選択肢の中でね、相談できる環境っていうのは、ぜひそれを念頭に、整備進めてもらいたいと思います。まあ、丸四についてもわかりました。丸五についても、まあ、現状わかりました。いつも教育長とやると時間なくなっちゃうんで、ちょっと先進みます。ですね、教職員の働き方改革の件なんですけれども、まあ、昨日森議員の、ね、質問の中にもありました。実際その、働き方改革をやることによって、まあ、今はそのタイムカードである勤務時間管理であるとかっていうことで、まあ、ある程度その意識改革のもとでね、効果が出てるというお話なんですが、やはりその、昨日森議員もおっしゃいましたけど、持ち帰りのね、先生が逆に多くなっているのかなっていう、そういう危惧はするんですね。先ほど、昨日も教育長、お子さんをお持ちのね、女性の教員が、子供が待ってるから、とりあえず早々に切り上げて、それでも家へ帰って子供へ面倒を見ながら、座務整理しているというような状況があるんですけど、その辺については、例えば、教育委員会の中で、また学校現場の中で、現状はどうで、こういうふうにしなきゃいけないねというような話っていうのはあるんですか。はい、答弁願います。教育長。はい、基本的にその小さいお子さんを持っているお母さん先生に対してはみんなかなり意識してやっています。ただ全く本当に学校って先生の数が少なくて、ずっと授業やって放課後の会議をやって、ちょっとその授業の中で例えばテストをやったら丸をつけなきゃなんないわけですよね。その時間がないもんでついテストを持ってくる。ただこれはもうできるだけやめてくれって管理職の方は言ってます。万が一それを落としちゃったりどっかでなくしちゃったりしたらこれ大変なことになっちゃうもんで、できるだけだからそういうものは、まあ、1日遅れてもいいからっていうような形にはしているんですが、何かしらそういうものの持ち明日までにやんなきゃなんないっていうような仕事があるものですから、そういう時は、毎日ではないとは思っています、持ち帰っているのは。ただどうしても、だから子どもの日記なんかに一言コメントを書いてあるなんていうのも溜まっちゃう時があるもんで、よくカゴに子どものノートいっぱい持って帰っていくような姿も見たりしました。はい、再質問ありますか。杉議員。まあ、そういう現状がやっぱりあるということで、その働き方改革、本当にその中身を、ね、細かく見て、ちゃんと手当てできるところが何なのかというところをやっぱり考えていかなきゃいけないと思います。まあ、その中で、県教委が、ね、やっております未来の学校夢夢プロジェクトですか、昨年の12月にグランド式で発表会があったわけなんですけど、近隣だとその清水町が、清水町がモデル校でやってるんですが、まあ、この中にもいろいろとヒントがあります。タイムカードの、ね、勤怠管理もあったりとか、あとはその電話も留守電対応するとか、例えばその家庭訪問も希望者だけ家庭訪問するとか、会議ももう少し削減するとか、いろんなものがあるんですけど、まあ、すぐには全部できるわけじゃないんですが、清水中もモデル校となって清水町内の、ね、小学校にもいろいろと展開しているということで、こういうこともありますから、まあ、ぜひそういう視点でもお願いします。もうあと残り2分なんで、一つ、一番最後の伊豆市の学校教育の将来像について、
ということで、お尋ねします。と言いますか、まあ、これ提案みたいな話なんですが、まあ教育大綱に基づいた人づくりやまちづくり、まあ、うんぬんということでね、まあ、お話がありましたけど、先だってすみません、修善寺の南小学校で市民有志でみんなの学校っていう映画の上映をやりました。講演協賛、教育委員会もなさってたと思うんですけど、まず教育長、この映画はご覧になりました？はい、答弁願います。教育長。それ大空小学校の話ですよね。映画は見てません。ただし昨年そこの学校を作った校長先生を講師に招いて、伊豆市の先生方全員で講演を1時間半聞きました。ダウンで大体内容は分かります。その映画の中身を話ししながら、その校長先生が大事にしていることの話を教育センターの講演会で昨年の、おととしのだったかな、やって聞かせていただきました。はい、再質問ありますか？はい、杉議員。はい、ね、教育省をご覧になったということであれば、なおのこと、いろいろとお感じになるところがあったんじゃないかなと思います。まあ、各位、私も沼津会場と伊豆会場と2回見たんですけれども、まあ、ここで言っているのは、いわゆるその最近の言葉とインクルーシブ教育、こういったものが、ね、テーマになって実践している事例であります。まあ、そういったことで、ね、今後の学校の在り方というのは、やはり、先ほどの青年貢献制度じゃないですけれども、いろんな方がね、本当に、同じ土台でね、活躍できるような、そういう輪を作るっていうのが、まあ、将来にわたって、受け継ぐべき姿なのかなと思います。まあ、この辺も、ぜひ総合教育会議等でもね、まあ、一度は、議論のね、議題に挙げてもらいたいと思います。まあ、最後になりますけど、まあ、今回青年貢献制度とあと今の教育長の所信について伺いましたが、今インクルーシブ教育についてもお話したんですが、今日はきしくも、東京オリンピックまでの開会、500日という、まあ、そういう区切りの日になります。まあ、オリンピックの中で、ね、その人権の尊重であったりとか人間の尊厳、まあ、そういったところを、ね、理念に掲げているわけですから、私どもが時代に受け継ぐそのレガシーとして残す、そのうちの一つとして青年貢献制度もあったり、今のインクルーシブ教育であったりとか、まあ、そういったことも必要であると思いますので、また引き続きよろしくお願いします。終わります。これで鈴木正人議員の質問を終了いたします。